ブラゴエブグラトは、ブルガリア南西部の町、及び、それを中心とした基礎自治体。ブラゴエブグラト州に属する。旧正ゴルナジュマや、オスマン帝国時代は、ユカルジュマ。ブラゴエブグラツカビストリツァ川の河岸に位置する。ブルガリア語での名称はブラゴエブグラトである。トルコ語での名称は、ユカルジュマである。日本語では、ブラゴエフグラード、ブラゴエフグラート。 ブラゴエ・ブグラド、ブラゴエ・ブグラート、ブラゴエ・ブグラト、ブラゴエ・ブグラドなど様々な表記の揺れがある。ブラゴエ・ブグラトは、ブルガリア南西部の経済、文化の中心となっている。ブラゴエ・ブグラトは、ストルマ川の谷の中に位置し、リラ山脈、ピリン山脈のふもとにあたる。ソフィアからは 101km 南に位置し、ギリシャ、セルビア、マケドニア共和国との国境に近い。 ブラゴエブグラトには歩行者専用となっている19世紀の建築物を保存した中心街と多くのレストラン、カフェ、コーヒー店、ブティックがある。ブラゴエブグラトはネオフィトリルスキブルガリア南西大学およびブルガリアアメリカン大学の本拠地となっている。町は、またセイキリルメトディー国立人道高等学校が1913年にテッサロニキから移転して以来、 その本拠地となっている。周辺の有名な観光地には、スキーリゾート地のボドロストなどがある。古代トラキア人の集落、スカプトパラが、およそ紀元前300年頃この地に存在した。後に、ローマ帝国に征服され、やがて町は温泉地として知られるようになった。中世の町の歴史はよく知られていないものの、オスマン帝国支配下の時代には、町は、 イスラム教徒が多数派を占めており、ジュマウバラと呼ばれた。ジュマウバラとはペルシャ語及びオスマン語でウエジュマを意味する。19世紀の民族復興期、ジュマウバラにはバロシャと呼ばれるブルガリア人区が形成され、多くのブルガリア民族復興期の様式の建築物、そして1844年には聖神所の進む道教会が建立され、日まで保存されている。 ブラゴエブグラトには、下りしてが1866年に建てられ、1912年から1913年に、かけてのバルカン戦争では、オスマン帝国の支配から、ブルガリア領へと移譲された。バルカン戦争以前は、ジュマイ・バラは、オスマン帝国のセラニク州、セレズ地方の一部であった。多くのブルガリア人難民が、キリシャ領となった、エーゲマケドニア及び、 セルビア領となったバルダルマケドニアから流入し、町はやがてゴルナジュマヤと呼ばれるようになり、その大きさと重要度を増していった。町は1950年、ブルガリア共産党の指導者で、エーゲマケドニアからの移民であるディミタルブラゴエフに、ちなんでブラゴエブグラトと改名された。南極大陸のサウスシェトランド諸島、グリーンウィッチ島のスカプトパラホラーナは、 ブラゴエブグラトの古名にちなんで名付けられている。ブラゴエブグラト基礎自治体には、その中心であるブラゴエブグラトをはじめ、以下の町村が存在している。2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。